こんにちは、横道猿太郎です。さあ、始まりました、ハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1点、ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。なんですが、今回も特別編です。サイコパスシリーズを一気にレビューしていきたいと思います。まあ前回から引き続きまして、ちょっと量が多いので分割でやってるんですが、前回はシリーズ全体の感想と1期2期の感想を話しましたので、そちらも、ぜひ聞いてない方は聞いていただければなと思います。でここから先早速ネタバレ、今回はですねもうネタバレありで話していきますので、ネタバレちょっとされたくないよという方はご注意ください。はい、ネタバレありの方に入っていきます。今回はですね前回引き続き、劇場版サイコパスから話を始めていきたいと思います。こちら総監督が元廣克幸さんで、監督が塩谷直義さん、脚本が宇呂淵源さん、深見誠さんという、まあ一期の夫人が戻ってきたような感じの、メインスタッフですね。で2015年公開ということです。はい、あらすじの方行ってみたいと思います。時系列的には2期の後の話になります。密入国してきたテロリスト集団と交戦した常森たち一係、指示役として浮かび上がったのは、かつて一係の執行官を務めた鴻上信也だった。常森は単身、鴻上の潜伏する東南アジア連合シーアンの都市、シャンバラフロートへ向かう。そこは日本のシビラシステムが試験的に導入された実験都市。システムにより内戦状態から解放されたかに見えるシャンバラフロートだったが、そこにはある秘密が隠されていた。みたいな感じかなと思いますね。はい、全体的な感想の方行ってみたいと思います。シリーズ中 1,2 を争うくらい好きだったのが、まあ、この劇場版サイコパスですね。まあ、これかこの後で話すと思うんですけど、まあ、シナーズ・オブ・ザ・システム、また別の劇場版のケース3、鴻上がメインの回なんですけど、あれか、3期のファースト・インスペクターっていう劇場版か2期かってだいぶ絞れてねえじゃんって話なんですけど、まあそこら辺が好きでしたね僕は。まあこの完成度で言ったら、まあでもこの劇場版サイコパスなんじゃないですかね、一番面白いのはと思うんですけどね。まあでも1期もまあ好きな人はめっちゃ好きだろうからな。まあ個人的にはまあ相当好きでしたね。まあ1期の中心的なスタッフがカムバックした、夫人ですね。一期の中で中心的な人物だった鴻上が、まあ、久しぶりに再登場して、主人公常森との関係性が再び描かれていきます。一期よりもコンパクトにサイコパスらしさ、サイコパスっぽさというのをしっかり凝縮して見せていった劇場版になると思います。同時にサイコパスシリーズの非常に大きな転換点でもあったんじゃないかなと僕は思いました。まあ、というのも初めて日本以外の世界というのがサイコパスシリーズの中で描かれた一本なんですよね。国際的な空間へと物語の世界が広がっていくというきっかけを作った一作でもあったんじゃないかなと思いますね。でその世界観をわかりやすく説明するとですね、まあ、日本以外は法治国家としての体裁を失ったカオスな世界、管理社会と内戦状態の二極しか存在しないという世界観なんですよね。まあ、この世界観が、ま、個人的に非常に面白いなと思って、中東と日本の対比っていうのを、ま、極端にこう、まあ、ある種ギガ化しながらもリアルに描いたフルメタルパニックですとか、まあ、伊藤計画さんの SF 作品ですとか、まあ、ゼロ年代的な世界観の延長線上にあるような気もしましたね。なんかその、平和な日本と平和じゃない中東、内戦状態っていうのをこう、二極で描くみたいな、そういう対比っていうのがこうゼロ年代の、まあサブカルチャー作品、サブカルだけじゃないのかもしれないですけど、まあ、そういうのにこう見られたような気がしたんですよね。で、どっかそこの、空間感覚みたいなのを、受け継いでる気もしました。で、これは、まあもうちょっと踏み込んだ話をすると、まあ、ハードボイルドっていうよりはヒップホップの用語でストリートっていう言葉があるんですけど、まあストリートっていうのは路上ですけど、要はその空間としてどの場所が今一番リアルでこう、まあ、治安が悪く感じられるのか、まあ、治安が悪いことがリアルだという構図がまあそこにあるわけなんですけど、まあ、その場所がどこなのかっていう空間感覚みたいなのが、まあ、時代によってこう移り変わっていってんじゃないかなっていう
気がまあ僕はちょっとしていて、まあヒップホップでいうストリートっていうのはまあそういう、あの街の中のこう裏路地的な空間感覚ですけど、まあハードボイルドがこう作られ出した、まあ30年代ぐらいだと、やっぱりその大都市の中の、まあそれも、まあ裏路地っちゃ裏路地だけど、まあ大都市こそが悪い場所だった。そしてリアルな場所だったっていう空間感覚があったし、まあ冷戦時代にこうスパイものがブームになった時は、なんかそういう国際的なフィールドの方がなんかこうリアルな、そういうなんか悪いことが行われてんじゃないかなみたいな感覚があったりとか、そういう、どこが今一番その、まあ悪い場所なのかというか、そういうリアルな事態みたいなものが進行しているのかっていう、その、まあ、実際どうかっていうのは置いといて、多分なんか想像力の中でそういう空間の変遷みたいなのがあるんじゃないかなっていうのもちょっと思っていて、で、0年代の中でやっぱその念頭にあったのは、まあ、多分アメリカとの関係性の中っていうのもまあ関係あると思うんですけど、要はアメリカと敵対関係にあった中東諸国のまあ状態、そういう、まあ、常に内乱状態にあってみたいな、そういうのがなんか日本から見て、こう、まあ、ある種のストリートみたいに感じられていた。まあ、一番リアルな空間。まあ、だから逆に言うと日本の空間がリアルじゃなく感じられるというか、まあ、不思議な屈折みたいなのもそこにあるような気もしますけど、まあ、なんかそういう感覚が0年代にあったんじゃないかなっていう気が、まあ、ふわっとですけどね。別にそうなんか確信としてあるわけじゃないですし、なかなか証明できることでもないんですけど、まあ、なんかそんな予感が最近あるんですよね。で、その世界観をちょっと、かなり極端にこう空間化するとこういう劇場版サイコパスみたいなこう地理感覚になるのかなと思って、まあそこも面白い、ユニークだなと思いましたね。その日本は安全で、まあ安全つっても地獄は地獄なんですけど、シビラシステムにがんじがらみにされた地獄、まあそれは一期二期で問題点が描かれてきましたけど、なんだけどその外側はもう法律すらないというか秩序すらない、管理社会は無秩序っていう世界ですね。どういう感覚なのっていう気もするけど、でもなんかちょっとわかるというかね。ただ、今の感覚で言うとそうじゃないのかなっていう気もしていて、まあそこもちょっと僕このタイミングでサイコパスを見て、まあ面白いって思ったところですね。やっぱ日本の今の空間感覚としては、どっちかっていうとなんかその管理が行き届いてない、あらゆる分野で行き届いてなさすぎて大変っていう感覚の方が今はなんか主流になっているような気もするんですけど、管理社会的なその、がんじがらめ感っていうよりはもう無秩序じゃんっていう感覚の方が今は問題になってるのかなっていう気もするんですけどね。でも確かに0年代ではこういう閉鎖空間みたいなものはまあたくさん描かれてきましたし、まあ確かにそういう空気があったのかなっていう気もしますよね。はい。まあそういうちょっと大規模な話もしましたけど、まあそんなことも思ったりしましたね。まあおいおいもうちょっと詰めて考えていきたい問題ではあります。そういうまあ想像上のこうストリートみたいな感覚っていう問題ですね。はい。で、劇場版サイコパスの話に戻りまして、今作以降ですね、まあ現代でいう刑事っぽさよりも公安っぽさですね。対外的なこう、諜報活動をする。まあ、スパイですね。スパイに対するスパイみたいな、そういう機関的な要素が、まあ物語の中で、だんだん強くなっていきます。まあ刑事ものからスパイものとミリタリーもの。っていう、まあそういうテイストの方にこう移行していくっていう言い方をしてもまあいいかもしれないですね。まあ特に鴻上さんが絡むとそういう話になんかなっていくっていう傾向が強い気がしますね。で、その鴻上がですね、まあ本格的なアクションを展開して、まあアクションもよりミリタリー感が強いという感じになってきますね。で、現地の人々にこう、なんかカリスマ的な指導者としてゲリラたちからこう崇拝されるキャラクターに鴻上になってるんですけど、その様子とか、まあ東南アジアの寺院みたいなところにこう基地を作って隠れてるんですけど、その感じとかも、まあ地獄の黙示録っていう映画ありますけども、その加圧大佐っぽいキャラクターになってますね。まあ結構劇場版サイコパスの鴻上パートは地獄の黙示録を結構、まあ、意識してんじゃないかなっていう感じはありましたね。ちなみに僕の大好きな映画のヘルドックスも地獄の黙示録が非常に重要な、まあ、ヒントになってますので、まあ、全然関係ないですけど。で、まあアクションパートの方を鴻上、まあ、が担当して、常森の方が、まあ、謎解き部分を担当するっていうそういう役割分担で、まあ、非常にこうプロットが綺麗に分かれていて、まあ、見やすかったですね。最終的にきちんとシビラシステムのまあこう
要素っていうのをプロットの方にこう組み込みつつっていう、まあそこら辺も、あ、サイコパスっぽいなっていう、こう、コンパクトに見せていくっていう感じになってましたね。はい。ハードボイルド視点で一言のコーナーです。あ、そうか。ここから聞いた方には、まあ意味がわかんないかもしれないですけど、まあ前回もですね、まあ全体的な感想を言って、各作品ハードボイルド視点で一言と、好きなセリフ、好きなアクションシーンを一つ上げていくという感じの流れになっております。そうですね。まあ、ハードボイルドを含む冒険ものですね。広い、意味で言う冒険ものは、まあ、リアルさと自由度っていうその二つのバランスの中で、まあ、様々なサブジャンルの流行を経験してきたんじゃないかなっていうように、まあ、挙手的には見えてます。まあ、探偵もの、刑事もの、スパイもの、傭兵ものっていう風にですね、まあ、より自由度を求めた冒険ものっていうのは、そっちにこう進化していったように思えるんですけど、サイコパスシリーズは、まあ、シリーズ内でこの進化をちょっと追体験しているようなところもあるんじゃないかなっていう風に思いますね。ちょっとわかりにくかったですかね。要は、その一期のサイコパスは、まあ、もうちょっとその、ローカルな、日本の中での刑事ものっていう要素がメインだったのが、まあだんだんより劇場版サイコパスで大きなその国際的なフィールドに空間が広がったことで、で、ジャンル的にもまあスパイもの、傭兵ものっぽい、こう要素が出てきて、まあそのシリーズ内で、その、冒険もののジャンルが経験したそういう空間の拡張みたいなのをサイコパスが追体験しているというか、まあ繰り返しているっていう風に見えるという話ですね。はい。それで好きなセリフ言ってみましょう。これ、ギノザ執行官のセリフですね。俺は妥協を覚えた。これはいいセリフでしたね。油断すると全部好きなセリフがギノザ執行官のセリフになってしまうんですけど、いい脇役というかね、渋いキャラクターですよね。こちら、鴻上との共闘後ですね。なんていうか、公安からすると、まあ、逃亡中の身なので、鴻上っていうのは、まあ、捕まえる対象になるわけなんですけど、まあ、彼を見逃すということを選んだギノザのセリフですね。まあ、一期の時のギノザであれば、もう本当に鴻上とは、こう、敬遠の中というかですね、もう、言うこと聞けみたいな感じの、スタンスだったんですけど、もう本当考えられないぐらい政治を遂げて、命令に背いて、こう、彼を見逃すっていうことも、できるようになったというそこのまあちょっと性だけ合わせ飲んだ感じというかですね、こうまあ融通が効くようになったギノザ、執行官というところにまあ結構成長を感じられるいいシーンだったんじゃないでしょうか。その前のね、まあ鴻上とギノザ二人で共闘して、傭兵と戦うシーンも結構ちょっとうるっとくるような感じもありましたけどね。はい、好きなアクションシーン行ってみましょう。まあ、この作品はミリタリー系のアクション満載で、そちらも注目なんですが、あえて肉弾戦の方で言うと、鴻上 VS3 人の傭兵のシーンを挙げさせていただきたいと思います。まあ、最初に、傭兵部隊と交戦するというところですね。で、傭兵部隊のリーダーがですね、右腕と左足がこうサイボーグされた、そこだけメカっていう、その、まあ、傭兵が出てくるんですけど、その右腕と左足に、ジェットパックというか、なんかこう、プシューってなんか、気流みたいなのを出して、こう、動きの軌道を変化させたり、勢いをつけたりっていう装置がついてるんですけど、まあ、それを活かしたアクションが描かれているのが非常に良かったですね。具体的にはこう、予備動作なしで左足のこう、蹴り上げの蹴りを出したりとか、その蹴りも、まあ、顔面前蹴りみたいな感じなんですけど、つま先で蹴ってるみたいな、まあ、人体でやったらこう、怪我するかもしれないみたいな蹴りで、で、ノーモーションでポーンって出してて。で、その後で右手で、これもまあジェット機能みたいなものを活かして、右手で相手の足を払う。パーンって払うみたいな。こうちょっと人間離れした動きっていうのをやってますね。まあ足で相手の足を払うみたいなのはね、よく MMA とかでも見ますけど、右手でパーンって払ってて、そのまままたジェット機能を使って、この右手の軌道を変化させて、なんか、手の甲で打つみたいな変な動きもしてて、ムチみたいな動きとかしてて、こう、まあ、擬態化された、サイボーグ化された体だからこそできる人間離れしたアクションみたいなのを、こう、丁寧に、描いているのが、まあ、非常に見どころかなと思いましたね。右手で足払いとかはちょっと見たことなかったので、まあ、ここはちょっと注目していただければなと思いますね。このペースでやっていくと、だいぶ長くなりそうなんで、サクサクいきたいと思います。続きまして、
サイコパス、シナーズ・オブ・ザ・システム、ケース1、罪と罰、行ってみたいと思います。2019年の作品ですね。監督が塩谷直義さん、脚本に吉上亮さんを迎えた夫人での制作です。あらすじの方行ってみたいと思います。時系列としては劇場版の後の話になりますね。監視官、下月美香と執行官、宜野座信親を主人公にしたスピンオフ劇場版3部作の1作目になります。公安局ビルに突っ込んだ暴走車両にはサンクチュアリと呼ばれる潜在犯隔離施設のカウンセラー矢坂が乗っていた。彼女が破損したメモリーキューブを持っていたことから下月、宜野座、国塚の3人は矢坂と共にサンクチュアリへと調査に向かうが…というような物語ですね。全体的な感想の方行ってみたいと思います。60分の尺でしっかりと謎解きがあり、キャラクターの成長が感じられ、アクションも充実している。まあ非常に満足感の高い一本だったなと思います。2期で、まあある意味美味しい立ち位置だったが、1期のラストで想像していたのとはちょっと違う方向に進んだ下月というキャラクターが、まあ事実上の主人公と言っていいですかね。で、もう一人の、まあサブ主人公みたいな感じで宜野座がいるという感じの作りです。まあ、ちょっとあんまりネタバレしすぎるのもあれなんで、まあ、ちょっと伏せつつの説明になるんですけど、まあ、下月っていうキャラクターはですね、まあ、2期の最後で、まあ、結構半ば精神崩壊してしまうというかですね、まあ、ある種自尊心を失って、ちょっととんでもない滞在を犯すという結末なんですよね。まあ、ある種のバッドエンドにこう落ち着くっていう感じだったので、まあ、そういう感じなんだっていうのはまあ予想しなかった。視聴者の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕も全く予想してなかったですけど、まあそういったキャラクターで、そこからですね、まあ本作は、まあ少し意地悪な基本的な性格、彼女の基本的な性格っていうのを引き継ぎつつですね、根本にある価値観っていうのをちょっと軌道修正して、まあ可愛げのある善玉みたいな立ち位置に、引き戻した。まあそういうちょっとキャラクターの修正をかけたっていう、まあ点はあるのかなという気がしますね。で、まあ、その基本的な性格の部分は変わってないので、こう、ちょっと、ツンケンしてるというかですね。で、まあ、この方向性は基本的に僕は、まあ、賛成で、非常に、まあ、こういう、ちょっとうるさみがあるし、まあ、言ってしまえば、ちょっと単細胞で直情的みたいなキャラになってるんですけど、でも、ちゃんと正義感があって、仲間思いでっていう、まあ、そういう、まあ、素直じゃないけど、可愛いみたいな、可愛げのあるキャラクターって、こう、サイコパスシリーズ少ない、気がするので、まあそういうちょっと弱点がある人物っていうのが、まあ必要なキャラクターじゃないかなっていう風な気がするんですよね。このサイコパスの人物相関図をこう広げた時に。まあ、なので、また結構いいキャラになってきてるんじゃないかなって思うんですけど、まあただその1期2期で残した宿題っていうのもあると思うので、まあそこをどう処理していくのか、まあこのままなかったことにするのか、宜野座ぐらいのこう名脇役になっていく可能性もある。キャラクターじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、直情的な下月監視官と、まあ、意外といいバディ感を見せた宜野座っていう組み合わせが、面白かったですね。まあ、言っちゃえばわがままなお嬢様と、こう、敏腕クールな執事的な、こう、組み合わせで、意外と相性いいんだなっていう組み合わせでしたね。まあ、サンクチュアリというですね、まあ、閉鎖空間が舞台になっていて、まあ、空間的にも、こう、コンパクトでわかりやすかったなと。で、敵の人数も3人、味方の人数も3人ということで、まあ一人ずつこう、マッチアップして倒していくみたいな感じも、まあ分かりやすい構図でしたね。まあ、今までも触れてるんですけど、宜野座はもう本当にこのケース1で名脇役になったなと思いますね。まあこの話の中ではまあ主役級の扱いなんですけど、でまあサンクチュアリの中で出会った少年とのこう、まあ、保護する対象の少年との会話シーンというのは、こう、これまで見えなかった宜野座執行官の、まあ、不正のようなものが見えたりとか、まあ、非常に渋いキャラクターになったなと思いましたね。はい、ハードボイルド視点で一言。テーマ面での冒険っていうのは、まあ、少ないかもしれないんですけど、まあ、その分キャラクターの描写が前に出てきた一作だというふうに言えると思います。ハードボイルドではですね、そうしたこう、しみじみとした感覚、にじみ出てくる人間性みたいなものが、むしろその冒険性よりも重要だったりするんですよね。まあ重要なこともあると思うんですよね。で、だからまあ小ぶりなんだけど、良質な、よく人間を描いているハードボイルドってまあたくさんあると思うんですけど、まあそういったものを読んだ感覚と似てるなと思いました。まあ最近だとオーストラリア産のサスペンスの渇きと偽りって映画ありましたけど、あれもすごい新しいわけじゃないんだけど、人間
がこうにじみ出てくるような感じで良かったですよね。あんな感じですね。でしっかり後半シビラシステムをミステリーにこう絡めてくるのも、まあちょっと職人芸的でですね、この60分の尺でやってくるのかっていうので、そこはちょっと巧みだなと思ってびっくりしました。はい、好きなセリフ言ってみたいと思います。こちらも、まあ前作と引き続き義の座執行官のセリフで、おじさんには親友がいてね、以下の、一連の会話シーンということに、したいと思います。これはですね、まあちょっとくじけそうな少年を義の座が、まあ鴻上の話をして励ますというシーンですね。孤立していた鴻上を、まあ救えなかった弱い自分っていうのを実は悔いているんだというふうに、まあ少年に告白をするというシーンで、なんかここはちょっと不意をつかれたというか、ああ、親友だっていうふうに思ってたんだっていう、なんか、その義の座の中での、こう、鴻上の立ち位置とか、まあ、昔、一期の時点だったら、その自分が弱かったとか、後悔したとかっていうことを言うような人ではなかったので、随分変わったもんだなっていう、まあ、その、なんかロングシリーズだからこそ出せる、なんかこう人間の、変化するその時間の流れというか、まあ、時間の流れ込みの成長みたいな、そういうこう、しみじみとした味みたいなものをすごく感じるシーンで、ちょっと不意にこう、ギノザの本心に、なんか素手で触れたような感じがして、ここはこう生々しくて非常にいいシーンでしたね。はい、好きなアクションシーンはですね、ギノザ VS ロジオンの、シーンですね。まあ、パワードスーツを着た敵のロジオンと、まあ、生身の人間のギノザの、ちょっとアクロバティックなアクションが展開されます。ギノザは、まあ、一期の時に、まあ、何やかやありまして、左腕が義手なんですけども、まあ、それをとっさに縦にして、こう、高いところを落っこじる時にそれを縦にして身を守るアクションだったりっていうのは、ちょっとこう、ドキッとしましたね。で、その後両者の肉弾戦に移っていくんですけど、まあ、左腕をこう、失ってしまった、ギノザが、こう、泥臭く体当たりだったり、首相撲からの膝蹴り、だったりっていう、まあちょっとドロドロした戦い方で戦うんですけど、まあ対比的にですね、こうロジオンはちょっと距離を取ってサイドキックだったり、まあ長い距離で戦うっていうちょっとテクニカルな、戦い方をするロジオンっていうのが、ちょっとキャラクター的にもファイトスタイル的にも対比になってるのかなと。でサイコパスシリーズ、まあ全体通してなのかもしれないですけど、まあそういうドミネーター、まあ銃ですよね、その敵の、犯罪係数を測る銃だったり、まあその義手義足をこう失って生身の人間肉体になることで、まあ本心が浮き出てくるというか、まあその人間の本質が浮き出てくるみたいな、このプロットの動きとアクションが結構一致してるというか、まあ一致させようとしてるのかなっていう、風な感じる、そういう風に感じるところが多いですね。この映画の中でも、まあギノザがそういう、まあ少年に自分の本心を漏らしたりだとかっていうプロットの動きと、まあだんだんそのボロボロになっていって、最後は義手も失って生身でなんとかその相手を倒すみたいなところっていうのが、こうアクションシーンとこうしていて、まあそこも非常に良かったですね。ギノザ執行官の片手でのこう相手の首を掴んで首相撲からの膝蹴り、注目していただきたいと思います。続きまして、これも劇場版ですね。サイコパスシナーズオブザシステムケース2ファーストガーディアン、2019年公開の作品で、監督が塩谷直義さん、脚本が深見誠さんということになっております。あらすじ行ってみましょう。時系列は、アニメ1期よりも前の話になってますね。後の2係の執行官になる、須郷哲平と、1係の執行官正岡智美を中心にしたスピンオフ。国防軍所属時代の須郷はフットスタンプ作戦と呼ばれる軍事作戦に参加し、先輩である大友を失ってしまう。しかしその後、国防省を、武装ドローンが襲撃する事件が発生。正岡の調査を受けた須郷は、事件に死んだはずの大友が関与している疑いが持ち上がっていることを知る。点点点というような内容になっております。はい、全体的な感想を言ってみましょう。前半はミリタリー的なテイストですね。まあその国防軍の、まあそのフットスタンプ作戦という軍事作戦を結構丁寧に描いていきます。中盤以降ミステリー的なテイストになっていって、ちょっと一粒で二度美味しいという作りになってますね。一作目の劇場版で展開された
2015年の方のやつですね。あれで展開されたまあミリタリー的な世界観っていうのをより広げたような作りになってます。公安局と国防省の対立というのがまあ背景にある事件を描いていて、まあ2機の係同士の対立、まあ1係2係の方針が違ったりみたいな、そういうのを省庁同士の対決に広げたような感じになっています。まあこの要素は3機以降も出てきますね。菅生とその先輩の大友、そして菅生の同期で大友の妻、になった人物っていうのが、まあ、かすかに暗示するですね、三角関係みたいなものがありまして、まあ、めちゃくちゃ濃厚に恋愛関係ってわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと菅生は、その、先輩の奥さんのことを意識してんのかなみたいな、うっすらした、その三角関係っていうのが、まあ、ちょっと、物語の中でアクセントになってますね。それと、正岡と、ギノザ、それから、正岡の、まあ、元妻であり、ギノザのお母さん、あ、これは、すいません。ネタバレなんですけど、まあ、その、正岡とギノザは、まあ、実は親子関係なんですよね。っていうのが、一期で描かれます。なので、一期の時点で、まあ、この時点でもそうなんですけど、ギノザは、この時監視官で、正岡は、その、ギノザの部下ということになりますね。お父さんなんだけど部下っていう、まあ、ちょっと気まずい関係ですね。ちょっとじゃないですね。だいぶ気まずいですね。で、まあ、その、病気の奥さんがいて、正岡から見て奥さんがいて、で、ギノザ的には、今更 お父さんに、その、お母さんに会ってほしくないみたいな感情を持ってたりとか、まあ、そういう、こう、ギクシャクした三角関係みたいなのが描かれています。で、まあ、そこに二つの三角関係があるということになって、まあ、ちょっと微妙にね、こう、呼応しているというか、まあ、そういう感じもありますね。まあもちろんその正岡ギノザ妻の方はまあ恋愛関係ではないんですけど、一応3人いて対立関係があるという点ではまあ三角関係みたいな感じもありますね。はい、一期でメインキャラだった正岡ら一係の面々が菅生の目から見られるという描写があって、まあそのことでこう作品に立体感が加わるというか、まあ、他の人から見た正岡たちってこんな感じなんだみたいな、そういうこうなんか独特の良さが、まあスピンオフならではの良さというか、まあそういうものがありましたね。はい。ハードボイルド視点で一言言ってみたいと思います。まあ家庭に問題を抱えた主人公が、まあそういった家庭内の問題っていうサブプロットを抱えながら、しかし同時にこう謎にも取り組まなければいけないという形式のハードボイルドは多いですね。最近だとマイクル・コナリー原作のハリー・ボッシュシリーズ、この番組でも、ボッシュシリーズのレビュー、ドラマ版のね、ボッシュシリーズのレビューやりましたが、あれなんかも、まあそういった、別れた奥さんとの関係性みたいなのとか、娘との関係性とかっていうのが、まあ結構、事件と同じぐらいのウェイトを占めてるっていうかね、まあ結構でかいウェイトを占めてます。で、まあ、テレビ版の本編では群像劇なので、まあそのあたりがこう必然的に一人一人のこう、プライベートっていうのが手薄になってしまうところはあったんですけど、まあ今作ではそこをしっかり補っていってるという感じがありますね。はい、好きなセリフ言ってみたいと思います。正岡のセリフで、この山は俺の山だというセリフですね。こちらはですね、まあ国防省の官僚に元妻をですね、隔離施設に収容して、まあ息子のギノザを失脚させるぞっていうふうに脅されて、まあ事件から手を引けと言われた、正岡が逆に食ってかかった時の一言ですね。まあ、立場的にね、ものすごい上に当たるわけなんですけど、まあ自分は、まあこの世界においては、まあ準犯罪者みたいな立場ですし、まあそういった立場でも、でも刑事としてのプライドがあって、まあ一回手をつけた事件は手放したくない。プラス、まあ父として、夫として家族を思うっていう、そういう気持ちが、こう二重に反映された、セリフで、まあ普段結構ね、ひょうひょうしてとしたキャラで、本心がなかなか見えにくいキャラなんですけど、そういう熱いものを持ってるんだなっていうのが、まあ、ここで出てくるのはちょっとグッときましたね。まあ、あんだけギノザとね、仲悪くてもやっぱり、息子として、まあ自分は父として、ギノザのことはまあ息子として、まあ思ってるんだなっていう、まあちょっとそういう愛の深さみたいなのを感じましたね。はい、好きなアクションシーン行ってみたいと思います。菅生 VS 大友の最後の一騎打ちですね。まあ、大友とされる人物との一騎打ちっていう感じですけど、まあ、真相はぜひ劇場版の方を見てみてください。こ
ここはですね、スゴがボクシング的なちょっと構え、低いちょっとガードを取って、そこから接近したところで打撃、ちょっとよく見えないんですけど、ボディかなんかを打ちながらタックルに行くっていうシーンですね。ここぜひ注目してもらいたいんですけど、MMA では、総合格闘技ですね。MMA ではレスリングとボクシングが、まあ動きとして相性がいいというふうに言われてるんですよね。まあ、レスラーはやっぱりこう、相手に近づきたい。近くに行ってタックルに行って相手を倒して、で、マウント取るなり、相手をその抑え込むなりしたいっていう感じなんで、ただ、こう、なんだろう、何にもしないと、こう、近づけないんですよね。いきなりタックルに行ってもそこに膝合わせられたりとか、相手にこう、タックルを切るとかっていうんですけど、まあ、ディフェンスされて、こう、近づけなかったりとかするので、まあ、殴りながら、殴りを、パンチを見せつつ、近づいて、タックルに行くっていうのが、まあ、結構、現代 MMA では、まあ、定石というか、よく見られる、UFC なんかでもよく見られる、戦い方になってますね。で、今度は逆に、タックル行くと見せかけて、フェイントで、上にパンチを、左フックとか出して、KO したりとか、まあ、そういうような、感じで、何が言いたいかというと、ちょっとスゴーはそういう、レスラーボクサー的な、まあ、構えがボクシング的で、そこから打撃を混ぜながらタックルっていう、非常にこう、滑らかな動きをしていて、まあ、非常に熟練した、まあ、ファイターだなっていうことがわかりますね。わかりますねって、まあ、実在するわけじゃないんであれなんですけど、まあ、そんなふうに感じましたね。で、その後、まあ、一度大友にスイープって言って、まあ、上を取ってたんですけど、のしかかってたんですけど、もう一回こう、ひっくり返されて上になられて、で、さらにもう一回一度上を取って、最後はバックマウントって言って、相手のその背中に覆いかぶさるような格好になって、チョーク、首を締めに行くみたいな動きがあって、まあ、全体的にこの、結構立ち技、キックボクシング的な動きがサイコパスのアクションシーンは多い中で、ちょっと MMA 的なですね、しかもその MMA グラップリング的な、寝技的な動きがこう、このスゴー VS 大友の一戦では楽しめるので、何の話だっていう感じなんですけど、僕結構最近レスラーバックボーンの選手が好きなので、ここは非常におーってなりましたね。あと相手が、大友の側がミドルキックを蹴るんですけど、その蹴り足を潜って、で、蹴りを蹴ってる時って軸足一本になるんで片足になるわけじゃないですか。なのでバランスが悪くなるんですけど、その状態でポンってタックルに行って相手をこう投げたりとか、そういう動きもあって、スゴー選手じゃないけど、スゴーさんは結構グラップリング、そういう投げたり、関節に行ったりみたいな、そういうドロドロした戦い方に結構自信があるんじゃないかなっていうふうに感じましたね。はい、そういう打撃を混ぜてのタックルっていうですね、結構、まあ、上級者の動きをしてましたので、そこに注目していただければなと思います。はい、それでは次の作品行きましょう。サイコパス、シナーズ・オブ・ザ・システム、ケース3、恩衆の彼方に、2019年の作品です。こちら、監督が塩谷直義さん、脚本が深見誠さんになっています。あらすじ行ってみましょう。時系列は、劇場版1作目の後の話ですね。東南アジア連合シーアンでの戦いをくぐり抜けた鴻上は、チベット・ヒマラヤ同盟王国へとたどり着く。そこで、殺された父親の復讐を誓う少女、天神と出会う。戦いの術を教えてほしいと請う天神に護身術を教える中で、鴻上は自身の内面と向き合っていく。そんな中、武装ゲリラ同士の停戦協議が進められるが、…といった内容ですね。はい、全体的な感想としてはですね、まあ、シリーズの中でも、まあ、かなり傑作なんじゃないかなっていうふうに感じましたね。シビラシステムはもはや関係ない一本なんですけど、文学作品の引用なんかも挟みつつ、鴻上の心情を非常に丁寧に、しかしまあ、ある種ハードボイルド的にというかですね、まあ抑制された筆致で描いていく一本で、こう文学作品的な香り高い、非常に気品のある一本になってると思いますね。シビラシステムもドミネーターもなくても、ちゃんとサイコパスっぽさっていうものが出せるんだよっていうのをこの一本で証明したというか、と同時に作品世界の広がりっていうのも非常に感じさせる一本で、僕はかなり個人的には好きな、単体としてはかなり好きな一作ですね。
チベットの風景描写も非常にこう丁寧に行っていて、寺院の風景だったりが内省的な作品のムードと非常にマッチしてましたね。しかし、まあ一方で見慣れない外国の風景でもあるので、まあ鴻上がこう精神的な放浪者であるっていうこと、まあやがてはこの土地を離れていくんだろうなっていうこともこう予想されるような、まあ風景描写になっていて、まあちょっと やはり切ないムードもありますね。まあアクションとしてはそのミリタリーものとスパイものをミックスしたような、第三幕になっています。そこに花城フレデリカというですね、外務省の謎の人間というのが出てくるんですけども、ちょっとボンドガール的な立ち位置になっていて、まあ、そこもちょっとスパイもの的な、ものを連想させましたね。最後はまあ戦う場所を失った傭兵同士の戦いというような感じになっていて、まあ、ちょっとメタルギア化していっているというかですね、スネークっぽいキャラクターに鴻上がなっていってるのかなというような感じもあって、そこもまあ面白かったですね。はい、ハードボールド視点で一言言ってみたいと思います。まあ主人公が年少者に技術を教えることで自身の内面に向き合う話というとですね、まあハードボールド的には、傑作ロバート B パーカーの初集が思い当たるんじゃないかなと思いますね。まあ、ハードボイルドのある種の完成形であり、まあ、その終わり、初秋の始まりでもあった、まあ、そういう一作なんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、その後、ロバート・B・パーカーは女性探偵ものも手掛けて、まあ、男性の孤独というモチーフを、まあ、手放していくというほどではないですけど、まあ、そこにだけこだわって行くということではなくなっていくんですよね。本作も、まあ、鴻上がこう、孤独を手放していくという過程が、まあ、非常に大きな要素として描かれています。まあ、鴻上と牧島というですね、非常にこう、システムの中で孤独だった人間同士の、対決ということからスタートしたサイコパスシリーズが、まあ、鴻上の人生にこう、誠実に向き合う中で、他者へと心を開いていく道にたどり着いたと。いうことはですね、ロバート・B・パーカーだったり、ハードボイルドというジャンル自体が辿った道と少し重なるような気がしました。はい、好きなセリフの方行ってみたいと思います。これは、傭兵団のリーダー、ギレルモ・ガルシアのセリフですね。来いよ、鴻上。部下を食わせるってことの重みが、一人目のお前にはわからんのだろうな。列車上で鴻上との、まあ、最後の一騎打ちに臨む傭兵団のリーダーギレルモ・ガルシアが、言った言葉ですね。まあ、ここでも孤独っていうテーマがちょっと一つ浮かび上がってきますね。まあ、ギレルモは冒頭からですね、鴻上を、非常に気に入っている節があって、まあ、多分それは本心だったんじゃないかなっていうのが、まあ、このセリフからちょっと伺えますね。多分、まあ、ガルシアはギレルモ・ガルシアはですね、まあ、マッチポンプ的にこう、なんというか、まあ、傭兵団を指揮して、紛争を起こしてそれを自分で鎮圧するっていうビジネスをやって儲けてたんですけども、まあ、本人的にも別にそれをやりたくてやってるわけじゃなくて、まあ、自由で一人だった頃の自分っていうのをこう、鴻上にこう、投影して、まあ、懐かしんでいるというか、羨んでいるというか、まあ、そういうところがあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますね。まあ、そう考えると非常にこう、なんか悲しい戦いではありますね。はい、好きなアクションシーン。これも、まあ、鴻上 VS ギレルモになりますね。まあ、その二人の対決で、まあ、主に構成されている一本なんですけど、まあ、ナイフバトルから、鴻上が相手の肘打ちをですね、前腕で受けて、右膝のまあ膝蹴り、左のサイドキックからの右のハイキックっていう、まあ、この3連発のコンビネーションを出します。ぜひここに注目してもらいたいですね。この蹴り技なんですけど、まあ、この距離感に応じて蹴りの種類を使い分けているというのがまあ見て取れます。まあ、まず接近した状態で右膝を蹴って、で中間距離になったところで左のサイドキック。これは思い切り蹴ってるっていうよりは多分そのちょっと距離を離すような前蹴り的な役割で、サイドキック、溝落ちに蹴っていて、で、距離を離したところで、こう、上体を倒しながらの右のハイキック。これで、まあ、ダメージを与えるっていうような、コンビネーションだったのかなと思いましたね。で、ギレルモからしたら、まあ、左のサイドキックが来たところで、もう、ちょっと気が抜けてるというか、まあ、距離が空いてるんで、攻撃が来ないと思ったところに右のハイがグンって伸びてきたので、相当、こう、頭に当たってダメージが、
聞いたんじゃないかなっていう風な気がしますね。あれは聞くだろうなって思いましたね。なかなか蹴りでこんなに3つコンビネーションつなげられる選手ってあんまり見ないので、非常に多彩ですね。鴻上選手って言いそうになりましたけど、もはや鴻上選手なのかもしれませんね。はい、このコンビネーションぜひ注目してください。次はですね、テレビアニメのサイコパス3期のサイコパス3行ってみたいと思います。こちら原案、うろぶちげんさん、監督、塩谷直義さん、シリーズ構成に生方斗さん、脚本に深見誠さん、生方斗さん、吉上亮さんというメンツですね。2019年公開になっています。あらすじ言ってみましょう。2期から5年後ですね、移民を受け入れ始めた世界の日本が舞台です。1係に新藤新と、ケイ・ミハイル・イグナトフと呼ばれる新任監視官が着任してきます。メンタリストの新はその場にいない人間の精神を把握できるスキルを、ケイは元軍人としての戦闘技術を活かして、一連の事件の背後にいるシブラシステムをかいくぐる謎の存在を追っていきます。一方で二人にはそれぞれの家族が死んだ事件の謎を追うというですね、隠された目的もあったということになっています。全体的な感想をいきましょう。監視官の男性二人が、最初から幼馴染で、固い絆で結ばれているという、バディーものになっています。デコボコバディが反目してというよりは、最初から割とギョッとするぐらい、距離感が近いというのが特徴で、ただそこにケイの妻がいて、かすかーに三角関係の匂いもすると。で、この恋愛要素を強く出さない感じも、ある種サイコパスっぽさなのかなというふうに思いますね。ちょっと手を握ろうとして握らないみたいな、新が、K の奥さんの手を握ろうとして握らないみたいなシーンもあったりとかして、ちょっとおって思いましたね。執行官と監視官の間のギスギスからの試練を経て互いにチームとして結ばれていくというチーム操作者としての要素を、一期から継承して、それを一期以上に徹底しています。序盤は特にこの流れで進んでいくので、話を見失いにくかったですね。わかりやすかったです。名門一族出身の天馬という執行官が、潜在犯であることを馬鹿にされた時に、怒った K がですね、相手を殴り飛ばすというシーンがあるんですけど、そこは非常にグッときましたね。それから廃棄区画と呼ばれる、シビラシステムが、機能しないスラム出身の、チンピラ、執行官、イリエという男がいるんですけど、その人が、この場所が好きなんですねっていうふうに、廃棄区画のことを、褒められるというか、本心を感化される、新たに本心を感化されるっていうシーンがあって、で、入江執行官がちょっと照れるっていうシーンもあるんですけど、そこも非常に良かったです。はい、そして、鴻上、ギノザ、国塚などの、旧一係メンバーですね、一気に出てたメンバーがカムバックします。で、その3人が出てくると、画面に映るだけで、よって言いたくなる占領役者ぶりというかですね、ちょっと、やっぱ嬉しかったですね。その分ちょっと一期のキャラクターが3期の新キャラを食ってしまっている感もあるんですけど、そこはしょうがないのかなと。で、この辺からいろいろ分けありだった人々が集結してチームになっていくというですね、ちょっとワイルドスピード化が始まっていきます。はい、ハードボイルド視点で一言。その犯人像というか、その犯人チームがやってるのが、全体像を知らずに犯罪に末端の人たちが加担しているために、色相が濁らないというトリックをやってるんですけども、これはですね、ハードボイルドとは関係ないかもしれないですけど、実際の半グレ組織なんかでも、よく似た手口が使われてます。で、末端の人たちは、自分たちがどういう仕組みで組織犯罪をやってるのかっていう全体像を知らないので、そこを逮捕されたところで上の人間まで繋がらないだとか、悪い場合だと自分が犯罪をやっていることすら分からずに、ただ銀行口座の名義を貸したりとか、携帯の名義を貸したりすることで、それが、犯罪行為の、お金の受け皿になったりとか、特殊詐欺の、携帯として使われたりとかっていうことが行われたりっていうことがあるらしくて、そこはちょっと現代の犯罪なんかにちょっと似ているなっていうふうに思いましたね。はい、好きなセリフ言ってみましょう。第4話で入江執行官のセリフ。やれやれだぜ、エリミネーターで吹っ飛ぶよりはマシだろう。こちらですね、廃棄区画出身の入江がかつて弟分だった男と戦った後の一言ですね。自分からドミネーターを使わずに素手で戦いに挑んでいくっていうところが、彼なりの、
まあ、チンピラなりのプライドみたいなものが見えましたし、同郷の人間をこうエリミネーターで傷つけ、まあ、傷つけてっていうかエリミネーター死ぬんですけど、まあ、ドミネーターで傷つけたくないっていう気持ちもそこから見えて、まあその彼なりのまあ優しさみたいなところが見えて非常にいいセリフでしたね。はい、そして好きなアクションシーンいってみましょう。第3話からケイ VS ホテルマンのシーンですね。まあ、設定上このケイは非常にこの格闘技術というか、まあ、元軍人でそういう戦闘技術に優れたキャラクターなんですけど、そのアクションシーンですね。相手のパンチの連打を両手をですね、頭の後ろで抱えてガードして防ぐというシーンなんですけど、その防ぎつつもですね、その肘で相手の拳を受けて、で、それによって相手の拳が、痛めてしまう、ダメージを受けてしまうっていうシーンなんですよね。これはちょっと僕初めて見る技で、おおって思いましたね。一瞬のシーンなんですけど。で、調べてみたところ、シラットって言われる、フィリピン武術、またはシラットをベースにした、警察だったり、軍隊格闘技として使われている護身術のローコンバットっていう、武術というか、まあ、護身術の中で使われる技術らしくて、まあ、フィストブレイクとかっていうらしいですけど、まあ、その肘でガードをして相手の拳を割るっていう技ですね。まあ、確かに人体の中で、その膝と肘が一番硬いっていうふうに言われてるので、まあ、確かにそのストレートが直撃したら相当ダメージあるでしょうね。で、その後のシーンではフラッシュライトを戦闘中に使って目つぶしして相手をこう制圧するみたいな描写があったりとか、まあその軍隊経験者っていうバックボーンを生かしたそのタクティカル系のあのアクションですねっていうのをやってます。で、それに対してもう一人の主人公アラタはこうパルクール系のこうアクロバティックなアクションをしたりとか、そのハイキック区画出身のイリアはちょっとあのボクシング主体の喧嘩風のファイトをしていたりとか、まあアクションの描き分けがかっちりしていて非常に良かったですね。駆け足なんですが、最後サイコパス3ファーストインスペクター行ってみたいと思います。監督が塩谷直義さん、脚本が深見誠さんと産方斗さん、2020年公開の作品ですね。あらすじ行ってみましょう。3期から直接つながる事実上の最終回になっています。あずさわ一味が公安局のビルに襲撃を仕掛けてくる。孤立した一係は、ドミネーターもない危機的状況の中、解放された潜在犯たちから逃れつつ、なんとか東京都知事を保護しようとする。一係はこのピンチを切り抜けることができるのか。鴻上やギノザたち、外務省行動課も救助へと向かう。はい、全体的な感想を言ってみましょう。公安局のビルの中に閉じ込められた一係の面々が頑張るというですね、まあ大ハード的なシチュエーションで、非常にこうお祭りムードの強い一作でしたね。なんかすごい楽しかったです。まあ、24でもですね、まあ、ドラマの中でおなじみだった、ジャック・バウアーが、ジェイーとか言って、たむろしていたテロ対策ユニットがですね、あれ、シーズン3とかなのかな？なんかその、まあ、その基地が直接的に襲撃されて大ピンチっていうシチュエーションありましたけども、同じような、まあ、日常でよく出てくるその公安局のビルっていう空間が、まあ、非日常に転覆するっていう、まあ、そういうこう、カタルシスがありましたね。サイコパスシリーズの、象徴であるドミネーターが使えないという状況に、陥ります。なんとか外側からドミネーターを届けようとするっていう、まあ、プロットのフックにもなりつつですね、そこからためができた後に、いよいよドミネーターを手にした瞬間の、おぉ、サイコパスだっていう、この、こう、カタルシスがありましたね。まあそういうところにもサイコパスらしさっていうのを結構意識的に取り組もうとした、まあ痕跡が見られるんじゃないかなっていうふうに思いました。3期に引き続き1期、2期、3期のこうキャラクターが交錯するちょっとお祭り的な作品になってて、1期から続投している分析官のシオンというまあ裏方的なキャラクターがいたりするんですけど、その人とか、まあ小型ドローンのダンゴムシっていうまあよく出てくるアイテム、それにまで見せ場が用意されているっていうのにはちょっと感動をしましたね。非常にこうスタッフがサイコパスっていうシリーズを本当に愛して、一生懸命サイコパスらしさっていうのを考えてやった結果じゃないかなっていうふうに思いました。まあ、いろいろ対立したこともあったけど、そういう訳ありの人々が結集して、こうアクションシーンへとエネルギーがこうなだれ込んでいくっていうそういう構成はですね、まあ、よりワイルドスピードっぽいなっていうふうに思いましたね。まあ、孤独っていうモチーフからチームっていうモチーフへとこう物語的にも重点が移行していくところなんかもくしくもワイルドスピードっぽさがこう重なっていたりもしました。
はい、ハードボイルド視点で一言。新たの父親がアンテザード、命綱なしで潜るダイバーのことらしいんですけど、それにはなるなというふうに語っています。新たとケイは互いに命綱のような関係性だということですね。まあ、孤独を非常にこう警戒して物語の中にそのモチーフが忍び込みそうになるのをこう一生懸命防いでいるというような感じがしました。鴻上も別のシーンでケイに対して一人に頼りすぎるな、最後はチームプレーがものを言うっていうふうに、まあ、一気だったら考えられないようなことを言ってます。これがまあ時間を経てたどり着いたある種のサイコパスっぽさなのかなっていうふうにも思いましたし、まあシステムに組み込まれないためにはそういう孤独からチームへっていうことが重要になるっていう、まあテーマ上の回答でもあるのかなっていう気もしましたね。はい、好きなセリフ言ってみたいと思います。これは、シオン分析官のセリフですね。こういうの本当は待ってたのかも。いつも安全な場所にいてサポートはするけど、誰かが傷つくのを見てるだけ。私も現場に行きたいって心のどこかで思ってた。はい、こちらは都知事と一緒に監禁されて、毒ガスを3分後に散布されると知った時の、シオン分析官のセリフになっています。あの一期の最初の方からですね、脇役としてこうサポートに徹していたシオンがこうふと本心を漏らす瞬間で、まあ、ひょうひょうとした性格のこう、まあ、マッドサイエンティスト的なキャラクターなんですけども、まあ、根底のところにはこういう熱い正義感みたいなものがあったんだなと思ってこうじんとしましたね。まあ、どんな人間にも押し殺した心があると、まあ、そういう当たり前のことなんですけど、それに改めて、気づかせてくれる、あのリアリティをこうぐっと高めてくれるようないいシーンじゃないかなと思いますね。防毒マスクが、まあ、あの、一つしかなくて、迷いなくそれを都知事に渡しているところも非常にかっこいいなというふうに思いましたね。裏方なんだけど、私も刑事なんだという、そういう気概を感じました。はい、好きなアクションシーン行ってみたいと思います。こちらは、まあ、短いシーンなんですけど、鴻上 VS K のアクションシーンですね。まあ、新旧武闘派対決になりますね。どっちが果たして強いのかという、夢の対決ですね。鴻上とケイが揉み合いになり、そのままバックチョークに入る鴻上、まあ、後ろからこう首を絞める形ですね。このバックチョークの締め方も右手で多分その相手の首に入れて、で左手でその腕をフォローしてあの締めてるんですけど、あの左手を相手の頭に乗せてるんですよね。でそのフォローする手の頭の位置、手の位置が良くないとチョークがうまく決まらないらしいんですけど、非常に綺麗なバックチョークのフォームをしていて、もうチョークし慣れてんだな、鴻上はっていう感じが感じられてよかったですね。ただそれを、溝落ちに膝を入れてエスケープしようとする経緯に対して、流れの中で今度はですね、まあ、エスケープにあの成功するんですけど、バックチョークが外れて、で、そのまま、あの、ケイが、まあ、タックルかなんか行こうとするのか、こう、接近してくるんですけど、接近してくるケイに流れの中でバック肘を、鴻上が当てて、それで勝負が決するという短いやりとりですね。ここはですね、結構ごちゃごちゃっとした接近戦の中でもバックチョーク行って、で、それが外されても、バック肘っていう、回転しながらの、肘打ちですね。っていう、まあ、ちょっと意外な技をこう、鴻上が出していて、難しいそういう主導権争いの中でも絶対にこう主導権を渡さない鴻上っていうのがこう見て取れて、まあ戦い慣れてるんだなっていう、そういうところがこう見て取れるシーンで、まあなかなかあのシーンでバック肘をこう選択できるっていうのはその戦闘センスがめちゃくちゃ高いんだなっていうふうに感じましたね。あんまり格闘技の試合でもこう見ない技ですし、まあしっかり作戦を練ってまあやるんだったらわかるんですけど、それが反射的に出るっていうのは相当なセンスじゃないかなっていうふうに思いますね。まあそういう展開と展開のそのつなぎ目、よく格闘技のその選手が際とかって言うんですけど、パンチからキックへ、パンチからタックルへっていうその一つ一つのアクションの間に必ず何のアクションでもない隙間がこう生まれるんですけど、それを際って言うんですよね。でその際をこう制することができるっていうのは、まあその なんていうか名前のない瞬間というか、その名前のない瞬間を全部この鴻上が制しているっていうのが、まあだいぶその戦いに慣れてるのかなっていうその経験値の差みたいなものをこう感じて面白かったですね。そういう、なんか最後、あれですね、アクションシーンの話をすると、夏の空気が流れて終わるんですけど、バーッと、全9作品中の8作品について話してみました。まあ個人的には、移植作と言われている2期だったりとか、まあ最初の劇場版も完成度高いですし、
シナーズ・オブ・ザ・システムのケース3も好きでしたね。でサイコパス3のファースト・インスペクターもお祭り映画って感じで、非常に楽しく見れました。5月12日に新しく劇場版も公開されるので、まあそれもぜひ公開初日に見て、まあ、動画にするかどうかわかんないですけど、まあコミュニティかなんかに感想は書こうかなと思ってます。予告編を見る限りですね、どうもそのサイコパス、ファーストインスペクターの後の話っていうよりは、シナーズ・オブ・ザ・システムと3期の間かな。常森監視官がその間何をしてたのかみたいな話になりそうですね。はい、そちらも楽しみにしたいと思います。はい、ぜひ皆さんもサイコパスのファンの方とか、ここが好きなんだよみたいなおすすめポイントありましたら教えていただきたいと思います。それでは、今回はこのあたりで失礼します。ご清聴ありがとうございました。